岡田紗耶香と申します。よろしくお願いします。まだ看板に。あ、好きな麻雀の役はリーチです。まさか。手役じゃない。どっちだろう。まあ、攻撃寄りなのかな。今一番欲しいタイトルは女流桜花ですね。個人のタイトルです。好きな食べ物、焼肉です。ディズニーランドかな。2年ぐらい。あ、初恋は幼稚園の時の隣で寝てた人。将来の夢。難しい。家庭作る。実力3の運7と思います。ポケモンとモンハンとウマ娘。猫になりたいですね。寝てたいですね。猫ですね。かぶっちゃった。猫が好きですね。はい。なんだろうな。松田聖子さんよく歌いますね。とにかく我慢することですかね。良かったこと、本当にたくさんの人が麻雀を興味持ってくれたことですね。森監督、ちょっと控えてください。好きな言葉は、なんだろうな、一喜一憂。違う、今初めて出てきた。なんだろうな、ダンスですね、今やりたいのは。麻雀でやばかった思い出。中連上がった時、いろんな意味でやばかった。決めポーズとファンに一言、いつも応援ありがとうございます初恋はいつ？幼稚園。幼稚園とかじゃないですかね。初恋って難しいですかそう、だから、ね、何をで定義するかね。でね、人によって初めてかの彼氏なのら。か、初めてなんか人好きだなとか、まあ、なんか幼稚園の頃ってみんなあの子好きになる人まあ、これ僕も保育園の時の先生が初恋だなと思いますよ。で、よくその幼稚園の昼寝タイムの時に隣で寝てる男の子と手つないでました。おませ おませさんじゃないですか 全然僕うるさかったんで僕だけと話されてました。昔からそうなんだ、やっぱり。やっぱりこの人、昔からそうなのよ。僕だけ話されるってあると思ってました多分ね、自分だけ話されてて、みんな本当は布団の中で手つないいや、嘘だ、あの時そうだったのか。ちょっと僕だけとつなぐ人もいなかったぞ、つまり。孤立してたわ。